マネージャーお疲れ様です今の僕どうでしたかかっこよかった <laughs> ありがとうございますマネージャーに言ってもらえるのが何より嬉しいですえ大事な話、ですかあ、ドラマの主役の話とかですかマネージャーが応援してくれるなら僕、何でもやりますよえ そういう話じゃないじゃあ、何の話ですかえ、それ、本当ですか <laughs> 嘘ですよね。マネージャーが、寿退社、するって。だって 僕と世界目指すんじゃないんですかそう、言ってたじゃないですかなんでなんでですかしかも、寿大社って、結婚するんですか誰、ですかマネージャーが結婚する相手って。 あ、<laughs> もしかしなくても、僕ですか <laughs> 僕ですよね僕以外ありえませんもんね。<laughs> マネージャーの方からプロポーズだなんて。あ、そうだ。これから時間あります。指輪買いに行きましょうよ。それとも、もう婚姻届出しに役所に行きますかマネージャーは、どっちがいいですか 何ですか結婚するのは、あなたじゃない。え <laughs> 何言ってるんですかじゃ,じゃあ、誰と結婚するんです彼氏と結婚するマネージャーって、彼氏、 いたんですね。初めて知りましたよ。なんで、言ってくれなかったんですか早く言ってくれれば消しておいたのに。ねえ、マネージャー、そいつの居場所教えてくださいよ。今から消してくるので。早く。早く なんで教えてくれないんですかこれはマネージャーのためを思ってやるんですよ。マネージャーは、そいつより僕の方が好きですよね。無言ってことは、僕の方が好きってことですよね。そうですよねああ、もう、マネージャーったら、僕にドッキリ仕掛けて、もうこんなこと、 やっちゃダメですからね。僕すっごい驚いたんですよ。許して欲しければ、この紙にサインしてください。何固まってるんですか何これって。見ての通り婚姻届ですけど。それがどうかしましただって、僕と結婚するんでしょ <laughs> もしかして、僕のファンに恨まれたりするのが怖いんですか <laughs> 大丈夫ですよマネージャーにそんなことする奴いませんよというか、マネージャーはこれから、ずーっと、僕と暮らすんですから、そんな心配いらないですよ。ほら、 早く記入して。